はい、どうも皆さん、こんにちは、バルタズの前です。今回皆さんに謝らなければいけないことがありまして、基本的に私アニメマットとか作ってるんですけど、まあ、その中でですね、自分が編集したと思い込んでいた動画が実は他人が作った動画を、まあ、無断転載していたという、ことが発覚いたしましたのでですね、まあ、そっちについてね、ちょっと謝罪をさせていただきたいなと思っております。まあ、ことの経緯は、とあるツイッターの DM で TikTok にですね、まあ、僕の作った動画が、アップロードされていると。で、しかもただアップロードしてるだけじゃなくて、自分で作ったっていう発言されてるってことで、僕それでですね、わざわざ TikTok アカウント作って、一応コメントとか見に行ったんですよ。で、コメントを読んでいったら、あ、実はこの人が作っていたんだっていうことですね、僕納得してしまいまして、自分で作ったと思ってたら実は僕が無断転載していたんだっていうことが分かったので、またまたちょっと謝罪させていただきますね。まあ、ただちょっとね、気がかりな点がまあいくつかあったのでやっていきたいと思います。まあ、無断転載、するときって基本的に、まあ、元の、まあ、動画あるじゃないですか。まあ、それをダウンロードするなり、まあ、スクリーンショットとか、まあ、あとは、まあ、録画とかいろいろあると思うんですよ、その動画を入手する方法って。まあ、ただ、まあ、共通して言えることは、基本的にその元の動画よりも、まあ、画質が、まあ、同じか、まあ、もしくは、まあ、絶対下がってしまうんですよ。まあ、上がることはないんですね。またその動画に載ってたなんか不純物みたいなものをそのまま、乗ってしまうっていうことがあります。で、今回の事例で言ってみますと、私が持ってるですね、まあ、動画のファイルがこれなんですけど、一応こちらでしたらですね、画質はまあ普通じゃないですか。で、特になんか字幕みたいなのも特になくてって感じで。肝心のですね、TikTok アカウントの方はと言いますと、まあこれ、パソコンで今多分出してると思うんですけど、まあめちゃくちゃなんか画質悪いんですね。なんかめっちゃ悪いんですよ。で、しかもなんかね、僕がその持ってる動画ファイルとですね、ちょっと違うんですよ、なんか内容が。素晴らしい提案をしようからあるんですが、この人のやつないんですよ、この人の本家の人のね。で、しかもこの最後のこの炭治郎のバカ野郎ってシーンもですね、あるかなと思ったらですね、これないんですよ。これバラバラになって終わっちゃうんですよね。で、しかもなんかね、変なね、海賊版みたいなこの字幕があってですね、これどうなってんだみたいな、これなんだこれ、サイコロ正義先輩の結末、WW っていうですね、なんか海賊版みたいな字幕があったりして、なんか僕が入手してる、僕が持ってるこの動画と全然ね、なんか共通点が、まあなんか被ってるのあるんですけど、なんか画質とか、あと字幕とかもないんで、僕これどこで入手したのかなっていう、ちょっと記憶障害があるっていうのが、まあちょっと気がかりな点です。続いて、まあこれは動画の投稿日の話になるんですけど、まあ基本的に無断転載、してる人って、まあ基本的に本家の動画よりも後に投稿されるんですよ。で、僕が、まあその YouTube にね、アップロードしたやつが一番有名なんですけど、そっちちょっと消されたので、まあニコニコ動画の方でですね、確認を取っていくと、あ、僕がですね、バラターズの名義で投稿してるやつなんですけど、多分漢字動画がこれなんですよ。で、こちらはですね、見ていただいてわかるんですけど、まあ、6月17日ってなってるんですね。まあ、1時14分投稿ということで、なんでこんな昼間に投稿したのかちょっと全然記憶ないんですけど、まあ、とりあえず6月17日に、初めて投稿したと僕は思って込んでいました。だから、無断転載じゃないだろうなと思ってたんですけど、無断転載なんですよね。びっくりしました。で、この人の持ってる、伸びてるやつがですね、なんか11月28日なんですよ。これどういうことなんだと思って、これ僕の方が半年ぐらい早いんですけど、みたいな感じでですね、思って、で、その中でですね、コメント見ていくと、なんかね、なんだったかな、どうだったっけ、なんか無断転載じゃないみたいなのあって、コメントがあったりして、で、これ無断転載されてますっていうコメントがあるんですよ。で、これですね、アカウントでですね、こっちに先に、アップロードしてたんだということを言ってたので、あ、そういうことかということで。で、一応ね、わざわざこれ見ていただいて、で、確かにあるんですよ、これ。あ、これか、みたいな。確かこっちで伸びてないなと思って。で、こっちのやつですね、投稿日みたいなんですけど、なんか10月10日なんですよね。あれみたいな。僕、6月17日なんですよ。でも、この人ね、10月10日なんですよ。これどういうことなんだみたいな。で、続いて、これはですね、まあ、僕の、パソコンに入っている、まあ、動画の保存ファイルの話になるんですけど、元のね、無限列車編見ていただいた方はわかると思うんですけど、
こんな感じの画像なんてないんですよ。まず背景が、これを使っていまして、で高山のところが、こちらを切り抜いております。で煉獄さんのところも切り抜いたんですけど、目のところがピンク色と青色があると思うんですよ。これ多分拡大してわかるのかな、あると思うんですよ。これね、なんでかっていうと、もしもそのままの状態で合成しても、こんな感じでなんかね、サイコロステーキ先輩のこと見てないんですよ。瞳の部分、右左でこちらと、こちらで、切り抜いて、で大きい方の煉獄さんの時は、なんかこういう風にですね、瞳の部分を隠すように編集して、で瞳の部分を動かして、無理やり先ほどのこの画像を作っています。このシーン動画にはないので、この素材を持ってるのは投稿者のはずなんですけど、僕は無断転載なので、なんでこの画像を持ってるんだっていう感じで、っていうのが今回の動画の形になります。いかがだったでしょうかね。ということでですね、今回はTikTok にですね、僕の、編集した、動画をですね、無断転載されていただけではなくて、なんか自作編集頑張りましたって言ってね、自分の自作発言かつ僕の動画を無断転載呼ばわりしている人についてですね、ちょっと怒ってるよっていう動画の内容でした。今回の動画はこれにて終了したいと思います。では次回はどんな動画になるか分かりませんけど、グッバイ。